アイドリープライド。さあ、行きましょう。新人マネージャーの！あれ？あれ？誰もいない？早く来すぎちゃったかな。やばい、こっちもみんなかわいい。わあ、もう尊い。かわいい。橋本さん。わあ、新人マネージャーの橋本さとみです。よろしくお願いします、先輩。ああ、よろしく、橋本さん。今日は出勤初日だし、力まないで大丈夫だよ。はい。まずは所属アイドルとの顔合わせと、今後のスケジュール確認ですよね。でも夢みたいですよ。まさか私が星見プロダクションのマネージャーになれるなんて。昨日とかワクワクして夜寝られなくて、今だってドキドキしっぱなしなんですから。面接の時にもそんなこと言ってたよな。うちの所属アイドルにも随分詳しくて。そりゃもう当たり前じゃないですか。今時星見プロとその所属アイドルを知らない人なんていませんよ。川崎さくらちゃん率いる太陽のように眩しく明るさ全開のサニーピース。永瀬琴乃ちゃん率いる月明かりのように美麗で繊細な月のテンペスト。数ヶ月前、突如彗星のごとく現れ、ネクストヴィーナスグランプリを勝ち抜いた超新人グループ。さらに前人未到のダブル優勝まで成し遂げ、今や飛ぶ鳥を落とす勢いで引っ張りだこなんですから。確かに2グループとも優勝してからテレビ番組やライブへの出演依頼は一気に増えたな。そうですよ。それに CD の売れ行きだって好調で、デイリーチャートにランクインするほどですもん。まあその結果、星見市から通うのが難しくなって事務所ごと東京にやってきたわけだからな。サクセスストーリーですよね。星見市で生まれ絆を深めてきた2グループ10人、それが今や東京に拠点を移し、さらなる高みを目指して頑張っている。うん、尊い。面接の時はしっかり受け答えのできる人だと思ってたんだけど、なんだか変わった子みたいだな。おはようございます、マネージャーさん、いますか？おはよう、さくら。ちょうどよかった、早速顔合わせだな。顔合わせ。ああ、もしかしてこの前話してた新しいマネの、生さくらちゃんだ。辛い過去を乗り越え、太陽のような笑顔でサニピを優勝へ導いたったって役者。うわぁ、本物だ。本物の川崎さくらちゃんだ。さっきの笑顔も、驚いたところも、どっちも眩しい。新しいマネージャーさんですよね。あ、失礼しました。今日から入社の橋本さとみです。川崎さんのサポートを精一杯務めさせていただきます。よろしくお願いします。あ、いえいえ、こちらこそよろしくお願いします。川崎さくらです。これからいろんなことを頼るかもしれませんけど、一緒に頑張っていけたら嬉しいです。もちろんです。衣装の手入れから普段の送り迎えまで何なりと。いや、そこまで何でもやらなくて大丈夫だから。体いくつあっても足りないし。でも私なんだか安心しちゃいました。マネージャーさん大変そうだったけど、橋本さんが一緒ならもう大丈夫ですね。ああ、あんなことになってからバタバタしてたけど、ようやく一段落しそうだよ。おはようございます。おはようございます。けなげに努力する姿を応援したくなるアイドル筆頭、白石千佐ちゃん。アイドル研究を欠かさないドルオタにして、寡黙なミステリアスガール兵藤しずくちゃんまで。
新人マネージャーの橋本さとみです。お会いできて光栄です。新しいマネージャーさんですか？あ、ごめんなさい、怖がらせちゃいましたか？いえ、すみません、私人見知りなので。こちらこそ。大好きなアイドルのことになるとつい前のめりになりすぎちゃって。あ、ちさちゃん大丈夫、橋本さんきっといい人。え、しずくちゃんわかるの？あ、だって私と同じ匂いするから。好きな系統は違うかもしれないけど、仲間なのは間違いないから安心。兵藤さん、私たち仲間ですね。でも、そうだよね、これから一緒に頑張るマネージャーさんなんだし。あの、改めてよろしくお願いします。白石さん、はい、よろしくお願いします。それじゃあ3人揃ったことだし、早速レッスンスタジオに向かうか。了解です。先にタクシー捕まえて待ってます。あれ、春子ちゃんとレイちゃんはここに集合しないんですか？ああ、今日はスタジオに直行するそうだ。もう現地だと思うから俺たちも移動しよう。はい。もう準備できてるよ。ありがとうございます、春子さん。みんなの分の飲み物まで用意してくれて。いいのいいの、むしろやらない方が落ち着かないから。レイちゃんは早いね、もうウォーミングアップ始めてて。私も体動かしていないと落ち着かないから。それより、その人新しいマネージャーさんですよね？はじめまして、一ノ瀬レイです。佐伯春子です。みんなと同世代、ピチピチの17歳。すごい、感激です。あふれる母性でファンを癒しまくる最年長のお姉さん系アイドル春子さん。ストイックでキレのあるダンスがかっこいいパフォーマーアイドルレイちゃん。お二人に会えるなんて、この仕事ついてよかった。最年長。ピチピチの17歳。一度殺されたボケは二度は通じない。それより早くレッスン始めない？せっかく揃ったんだから。そうだな、でもまずはその前に朝礼をさせてくれ。新しい仕事の連絡事項は以上だ。スケジュールどんどん埋まっていくね。早めにこっちに拠点を移しといて正解だったわね。それぞれ通学には不便を強いて悪いと思ってる。私は気にしていません。こっちの方がより質の高いレッスン受けられますし。私もです。新しい寮での生活も慣れたら楽しいしね。ライブもグッズの入手しやすさも都内の方が有利だから OK。 そう言ってもらえると頑張って移転した甲斐があったよ。でも今はやはりグランプリ優勝の効果が大きい。気を抜くとあっという間に他のグループに追い越されてしまいますよね。気を引き締めないと。そうだよね。それに三枝さんが戻ってきた時に輝いている私たちを見てほしいものね。あの、三枝さんっていうのは面接の時にも言っていた先代の社長さんですよね？先代じゃなくて現社長だよ。今はどこで何をしているのかわからないけどね。そう、三枝さんは東京への星見プロの移転直後、これからという時に俺たちの前から姿を消した。悪い、後のことはしばらくお前に任せる。今後大きな事件が降りかかってくるかもしれない。
でもお前なら事務所を守れるはずだ。頼んだぞ。いなくなった理由も分かっていないんですか？まあ本当に突然のことだったからな。ただあの人は無責任な人じゃない。きっと何か訳があるはず。だからいつか必ず戻ってくるって信じてるの。さとみちゃんは驚いたかもしれないけど、私たちはもう受け止めてるのよ。むしろ戻ってきた三枝さんがびっくりするぐらい有名になっちゃおうって。勢いに乗ってここまで来たんだもの。今足を止めるわけにはいかないわ。トップアイドルへの道は険しい。これもきっと一つの試練。それに頑張ってることが三枝さんにも届いたらひょっこり帰ってくるかもだし。そういうことだな。だから橋本さんもあまり気にしないでほしい。わかりました。そういうことなら私バリバリサポートします。ところで参考までにお聞きしたいんですが、皆さんはなんでトップアイドルを目指しているんですか？私は臆病な性格だから自信をつけたくて、アイドルを続けていれば変われるかなって。アイドルが好きで憧れだったから、今度は私がその憧れになってみたくて。私の場合はちょっとした約束、トップアイドルを目指していれば叶うかなって。アイドル活動を通してダンスを仕事にするため、それにやるからにはトップに立ちたい。私はトップを目指すことも大事だったけど、みんなと楽しめていればそれが一番だった。むしろ今までそうやってみんなと楽しむってことが当たり前にできなかったから。でもね、最近は楽しむだけじゃなくて見てみたいなって思うようにもなってきたの。トップアイドルの景色を。マナさんが目指していた景色ってどんな景色なんだろうって。それが理由かな。やっぱり改めて口に出すとちょっとだけ恥ずかしいよね。でもこういうのは口に出すべきって教わったことがあるし、いいことだと思うよ。レイちゃんの目標は相変わらずストイックって感じだけどね。別にいいでしょ、事実なんだから。ただみんな気持ちは同じ。目指せトップアイドル。うん。よし、そのためにも今日のレッスンも頑張ろう。よろしくお願いします。さて橋本さん、こっちはダンスコーチに任せて俺たちは寮に向かおうか。月裾のみんなに君を紹介。もしもし、すず？ちょうどこれからそっちに。マネージャー、早く帰ってきてくださいまし。事件ですわ。すごい立派な寮。というよりシェアハウスですね。東京に拠点を移してからメンバーみんな週の大半はここで生活してるんだよ。それより、あ、マネージャー、こっちですわ。どうしたんだすず、事件って一体何が？ほらほらマネージャー、見て見て、ダンボールの中。え？猫？近くに捨てられていたのをめいちゃんが保護したんだそうです。だってすごく可愛くってかわいそうだったんだもん。猫を保護？まさかそれが事件の正体？なんだ、よかった。よくありませんわ。私、捨て猫を拾ったことなんてありませんもの。どうしてあげたらいいんですの？大丈夫ですよすずちゃん、今いろいろ調べているところですから。あれ、そういえば一緒にいる女の人誰？あ、自己紹介遅くなりました。本日付で星見プロに入社しました、橋本さとみです。そうでしたのね、なら私もご挨拶しませんと。
私は鳴宮すず、あの永瀬真奈様に続く第二の星降る奇跡と名高いアイドルですわ。いや、その肩書きいつの間に受け継いで。もちろん知ってます。富豪のご令嬢でありながらトップアイドルを目指す月人最年少アイドル。つかみどころのない素振りが評判の天真爛漫アイドル早坂芽衣ちゃんに、ちさちゃんのお姉さんであり月人のまとめ役でもあるしっかり者アイドル白石咲ちゃんですよね。ずいぶん勉強熱心ですわね。橋本さんの場合半分は趣味なんだそうだ。つまりしずくちゃんと同志ということですね。そうなんだ、よろしくね橋本さん。はい。そういえば他のお二人はどちらでしょう。琴乃ちゃんと渚ちゃんなら買い物に行ってもらっています。猫ちゃんのご飯とかタオルとかだよ。サキちゃんが必要なもの調べてくれたの。そうだったのか、頼りになるな。ありがとうサキ。いえ、そういうことは得意ですから。それにしても無責任な飼い主がいるんですね。許せません。せっかくこんなに可愛いのにね。確か猫は目が合った相手を親と認識するんですわよね。それは鳥じゃないかしら。みんな猫のご飯買って。マネージャーお疲れ様です。来てたんですね。すずちゃんすっごく焦って電話してたもんね。飛んできてくれたんですね。すごい本物の永瀬琴乃ちゃん。こちらの方は。今日から入社の橋本さとみさん、新しいマネージャーだよ。そうだったんですね。はじめまして、永瀬琴乃です。私は伊吹渚です。よろしくお願いします橋本さん。はい、もちろんです。どうした橋本さん、さっきまでの前のめりな感じが薄いけど。すみません、改めて対面するとなんというか、やっぱり伝説のアイドルの妹さんって思うとオーラが違うなと。お姉ちゃん、永瀬真奈のことですよね。あ、ごめんなさい、私無神経でしたよね。永瀬真奈、琴乃の姉にして伝説を残したアイドル。真奈は3年前不慮の事故で帰らぬ人となった。いいえ、気にしないでください。私が永瀬真奈の妹なのは事実ですから。でもだからこそ私は私にしかなれないアイドルになるつもりでいます。姉の果たせなかったグランプリ優勝を果たした時になんとなくバトンを託された気がするから、そのバトンとともに駆け抜けるつもりです。サポートよろしくお願いします橋本さん。はい、もちろんです。琴乃、本当に強くなったな。見てるか、マナ。琴乃ちゃんのことなら何でも私に聞いてくださいね。中学生からの付き合いですから。一応好きな食べ物とか好きな洋服、苦手なこととか全部わかってますので。いぶきさん、琴乃ちゃんの無二の親友であり溢れんばかりの優しさでファンと月人を包み込む渚ちゃん、わかりましたよ。根掘り葉掘り聞かせてください。お二人はやっぱり仲良しなんですね。眼福眼福。もうで、そんなことより。あ、そうだった、大事なこと忘れてた。どうしたらいいんだろう、この猫ちゃん。動物愛護団体が里親探しを手伝ってくれるそうです。他にも迷子届が出ていないか確認もしないと。さすが先ですわ、頼りになりますわね。それかねえマネージャー、この子ここで飼っちゃダメなの？
この寮でその猫を飼うってことか？うん、確かここってペット OK だったよね。それはいいアイデアですわね。待って、どうやって世話をするの？私たち留守にしがちだし、飼うことに対して責任持てる？それはそうかもしれませんわね。みんなほとんど東京にいるけど、学校もあるし、星見と東京行ったり来たりだもんね。それにサニピのみんなにも聞いてみないとだよね。猫アレルギーの人がいたら飼えないし。それなら私が面倒を見ましょうか？橋本さんが？あ、いや、でも大丈夫なのか？住んでる部屋とか飼い方とか。私、実家で猫を飼っていたので心得はあります。自宅もペット可の物件ですから大丈夫です。確かにその方がこの子にとっても幸せかもしれませんね。私は異論ありません。わかった、みんなもそれでいいか？はい。橋本さん、ありがとうございます。この子の面倒よろしくお願いします。承知しました。マネージャーとして早速お役に立てて光栄です。落ち着いた頃にまたみんなで様子見に行きたいね。それいいかも。おちびもこれで一安心だね。よかった。お疲れ様です先輩。今日はいろいろ教えていただきありがとうございました。こちらこそ。猫の件も押し付ける形になっちゃって。いいえ、皆さんをサポートできるなら願ってもありません。それにしてもサニピとツキストの皆さん、やっぱりオーラが違いますね。皆さんまっすぐな目をしていますし、仲の良さもすごく伝わってきます。へえ、そういうのやっぱりわかるものなんだな。それはもちろんです。今までたくさんのアイドルをこの目で見てきましたから。だからこそサニピとツキストの皆さんがたくさん試練を乗り越えてきたんだってわかるんです。うん、確かに今日までにいろんなことがあったよ。姉のマナを亡くしたことのと、そのマナの心臓を移植されたことで病気を克服したサクラが出会い、アイドル活動を始め、仲間も増やしながらネクストヴィーナスグランプリを勝ち上がって、強力なライバルのトリエリやリズナワとのライブバトルもすっごい盛り上がってましたよね。個性際立つ3人組なのに異常なほどの団結力とポテンシャルを秘めていたトリニティエイル。かつて永瀬マナにも匹敵するアイドルと言われた神崎リオと井川葵のリズノワール。バンプロに所属するグループ内でもその2組は圧倒的な優勝候補でした。だけど勝ったのはサニーピースと月のテンペスト。ダブル優勝を飾ってあれよあれよとここまで来て、ほんといろんなことがあったな。あ、すみません、三枝さんのことも思い出させちゃいましたよね。いや、こっちこそ入社早々心配させてごめん。むしろ今は自分のやりたいようにできるからさ。三枝さんもきっとそれを望んでるはずだし、悲観せず二人でみんなを支えて盛り上げていこう。はい、任せてください。後輩の前だからああは言ったものの、本当は不安でいっぱいなんだよな。正直逃げ出したいって思う時もあるんだ。俺はどうしたらいいんだろうな。マナ。あの、マネージャーさん、まだ中にいますか？え、さくらか？私も一緒です。少しだけお時間いいですか？どうしたんだ、こんな時間に。今日はもう何の予定もないはずだけど。そうなんですけど。ん？相談事か？何か飲み物でも。あの、マネージャーさん、相談事ならマネージャーさんこそあるんじゃないですか？俺？いや、俺がみんなに相談することは。マネージャー、不安なんですよね。本当は逃げ出したいぐらい。マネージャー、不安なんですよね。本当は逃げ出したいぐらい。すみません、
盗み聞きするつもりはなかったんですけど、マネージャーさんの声、入り口のすぐ外にまで聞こえてきて。あ、そうか。独り言聞かれたのか。でも二人が気にすることじゃない。ポロッと愚痴っちゃっただけで。嘘、マネージャーさんまた強がってる。三枝さんがいなくなってからの様子をずっと見ていれば、私たちにだってなんとなくわかります。隠せてたつもりなんだけどな。隠せるわけないじゃないですか。だってマネージャーさんは私たちの近くにずっといてくれているマネージャーなんですよ。そう、それにただ近くにいるだけの関係じゃないんです。少しぐらいは理解しているつもりです。私たちをここまで導いてくれて、その喜びを一緒に分かち合ってくれる人のことは。必ず頂点に立って君をトップアイドルのマネージャーにしなきゃって、それが私の本当の夢。マナが叶えたかった本当の夢、叶えることができない本当の夢だが、マナは夢は叶ったと言って消えた。二人が必ずトップアイドルになると確信できたから、マナは託して消えたんだ、自分の夢を桜や琴乃たちに。なら俺がやるべきことは。マネージャーさん。ああ、そうだな、ごめん。確かに一人で抱え込んでいたのかもしれない。ダメですよそんなの、マネージャーさんには前科があるんですから。他にも言い方があるだろう。でも前にそのせいで倒れたのは事実ですよね。もっと私たちのこと信頼して話してください。あ、でももう大丈夫、おかげで決心がついたから。心配かけてごめん、それとありがとう。どういたしまして。ちょっとさくら、ことの何していますの、遅すぎますわよ。あ、そうだった、私たちマネージャーさんを呼びに来たんだった。これからマネージャーさんと橋本さんを晩ご飯に誘おうと思って。ああ、歓迎会ってことか。少し落ち着いたら開こうと思ってたんだけど、早い方がいいよな。それもそうですけど、他にも理由はね、琴乃ちゃん。マネージャーは鈍感だから気づかないかもだけど。大変です、先輩。私アイドルの皆さんからも、戻ってきてたのか。連絡をする必要はなかったみたいだな。それじゃあみんな揃ったみたいですし、早速行きましょう。マネージャー、こんな風に心配してくれて俺は恵まれてるな。マナもそう思うだろ。だから今はただ前に進むよ、マナとみんなの夢を叶えるために。おはようございます。昨日は歓迎会ありがとうございました。アイドルのみんなに歓迎されてごちそうさまです。どういたしまして。楽しい歓迎会になって何よりだよ。それと猫ちゃんの件ですが、今朝病院で見てもらって健康には何も問題なかったみたいです。よかった、できることはサポートするよ。あとたまにみんなに顔を見せてあげてほしい、気にしてたから。はい、もちろんです。猫ちゃんのことは一切合切お任せください。それにしても一段落してよかったですね。まあそうだな。ん、誰か来たみたいだ。お、はーい、どちら様でしょうか。あの、こちらは星見プロダクションの事務所で間違いありませんか。マネージャーさんがいらっしゃいましたら少しだけお話しする時間を。ご無沙汰しています、マネージャーさん。トリニティエイル、どうしたんだいきなり、しかも3人揃い踏みで。お騒がせしてすみません、アポもなしでいきなり押しかけてしまって。ちょっと相談したいことがあるんです。
ですね。私たち3人を、トリニティエールを、星見プロダクションに移籍させてください。ええー